えーです。ラスカルでございます。今日はラーメンを作っていこうと思います。僕ね、中本さんがかなり好きなんですけど、その中でもね、和風黒北極というメニューがありまして、それのね、オマージュというか、黒の辛味噌ラーメンをね、作っていこうと思います。で、ごめん、今目の前にこれ見えてるんですけれども、これはね、ちょっと今、低温チャーシュー、18時間ぐらいね、仕込んでおりまして、邪魔だよね。でもすいません、このまま作らせてください。早速調理に取り掛かります。ということで、まずはね、スープを作っていこうと思います。今回のスープに入れていくのはこちらの背脂ちゃん。まず背脂をね、この鍋底に敷いていきます。よいしょ。で、こちらの肩ロースト 1.5 キロと、はい、いってらっしゃい。えい、ういっと。続いてこちらの丸鶏ですね。え、丸鶏は2羽ですね。これで動物系は OK。 続いてはお野菜を入れていきます。まずはこの生姜をね、適量よっよっ。はい、生姜と。で、ここにこのニンニクですね、入れていきます。はい、ニンニクと。続いてこちらネギの青い部分ね、1本分と、もうちょっと刻もう。で、最後に玉ねぎですね。よっ、はい、OK。こちらの具材すべてに浸るぐらいまで水をね、ちょっと入れて4時間ぐらいかな、炊いていこうと思います。よいしょ、よいしょ。こんな感じでございます。早速ね、自家製麺また打っていきたいと思います。今回使うのが春よ来い徳飛竜で、これ菜の花ってのかな。全種類 500g ずつ、合計で 1.5 キロの小麦を使います。そしたらまず特飛竜と、これが500と、菜の花500と、ラストにこの春よ来いと。そしたらこの小麦をね、一旦ムラなくね、混ぜていこうと思います。よし。で、ここの小麦に加えるお水の分量なんですけど、本日は約 32%、 全部で 480g か、入れてきます。お水の他に全卵で生卵をね、入れていこうと思っております。今回は卵2個と、そしたらここに塩と乾水を 1.5% ずつ入れていきます。 72g と。え、違う、 7.2 だ。乾水も 7.2 か。ということで、早速ね、これ水回ししていきましょう。この作業がさ、どんだけね、気をつけても小麦がね、散るのよ。すげえやだ、家の中じゃ。はい、いい感じかな。水回しがね、いい感じに終わってまいりました。こんな感じで、そぼろ状になってて、だんだんね、グルテンも発生してきて、生地自体に、粘り気も出てまいりました。そしたら続いてね、生地を明太にするバラがけに移ります。そしたらスイッチオンと。はい、ということで、今こんな感じ、明太が完成しました。一旦ね、この明太をジップロックに入れて約ね1時間弱寝かしたいと思います。
熟成を待っている間にマー油作っていこうと思います。ラードの方を使用していくので、細かく切っていきます。で、これね、ラードが溶けてきたら、スライスしたニンニクを入れて焦がしていきますね。スープもいい感じですね。これでもさ、マー油一つ作るにしても普通のご家庭じゃめっちゃめんどくさいよね。ちょっとマー油はな、買ってくれよかったな。手間ね、省けるものは省きたい。こんな感じでだいぶね、ラードも溜まってきてます。なので、こっちに移してという純粋なね、ラードちゃんのみの油でございます。ここにね、ニンニクを入れて弱火で熱したいと思います。よっ、よいしょ。ニンニクからね、泡がプクプクと出るような状態で、なんかね、ネットで見たら1時間半ぐらいで黒くなってくるらしいので、このままね、火をかけ続けたいと思います。で、そんなこんなしてる間に寝かせた麺はね、こんな感じでございます。ここから複合圧力ですね。いい感じっすね。ケイ明太完成ということで、ここからね、麺を切り出していきます。卵使ってるんで、いい感じになんか昔ながらの中華麺中華、そんな質感に仕上がっている感じでございます。で、今日はね、打ちこま節をすり鉢っていうのかなみたいなやつでこうやるとめっちゃ粉舞うのよ。だからこのジップロックに小麦ぶち込んで、振ってね、打ち粉にしたいと思います。もうね、すごいの家の中が。あれは仲いいラーメン屋さんとかにも言われるんだけど、よく家でやりますねって。ね、マジで自宅で製麺はやるべきではない。はい、今ね、黒マー油超真っ黒になりました。真っ黒。火入れはね、もういい感じなので、こっから仕上げ作業に移ります。おお、ビビったぜ。ラード自体はまだ全然黒くはありません。こっから仕上げでね、揚げたニンニクをすりつぶして混ぜて真っ黒にするらしいんですけど、うちはね、こうこのサイズのすり鉢ないのよ、このサイズしか。だからちょっとね、ジップロックに入れて、まあ、砕いてね、まあ、ここに混ぜたいと思います。これ入れちゃうとでもどうなんだろうね、苦味強くなっちゃうかな。この麺棒で潰していきます。いい感じかな。そしたらここに入れましてと。なるほどね、また跳ねんのね、これ。あ、できた。こんな感じ、自家製のマー油完成いたしました。で、ちょっとね、まだ紹介してなかったんだけど、これ味噌なんですよ。イカスミであえて真っ黒なものを作ってあります。こちらの調理工程の方は画像とね、アテレコで説明をさせていただきたいと思います。ということで、やってまいりました。アフレコのレシピ紹介コーナーということで、まあ初めてなんですけどね。今回使った味噌はこちらの2種類でございます。ひとまず、辛いのと辛くないのの2種類の唐辛子をごま油で煎りまして、そこに味噌をぶち込むと。で、いい感じに混ざってきたらイカスミもぶち込むと。
まあ、この辺りはねもう勢いのレシピなんで詳しくは全く覚えておりませんから、まあ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 、なんとなくねいい感じの味噌だれ完成いたしました。はい、そしたらねやっとスープがねいい感じになってまいりました。まあ、こんな感じで、乳化してきまして、スープにね、油が馴染んでまいりました。で、中本さんの和風黒北極なんですけど、カツオとかのね、その和風系の風味が効いてる感じがするので、こちらのスープにもね、和風の出汁の食材ここから入れていきたいと思います。火を落としまして、煮干しちゃんを 100g、 本カレー節 100g、 ここに干し椎茸と、この状態でこのプクプクした感じ、泡がねプクプクしてる状態で1時間ぐらい、煮出していきたいと思います。やっぱ一気にめっちゃいい匂いする。うまそう。約1時間が経ちましたので、そろそろね具材を引き抜いてスープ完成でございます。長かった。今は、1時でございます。お腹すきました。よし、OK かな。今回目指しているラーメンが、まあね、丁寧なラーメンというよりかはこうみんなに愛されるようなぶっきらぼうな感じを残したかったので、今回は完全にね、具材を取り切らずに、網でね、粗ごしをして終わりって感じでございます。ということで、いつも通りね、まず並盛りの、嫁さんの分を作ってから自分の分を食べようと思います。まずこの作りました自家製の味噌だれを20と、はい、黒麻油を30と、和風っぽさを出したいので濃い口醤油、これを 10cc ドンと、これ唐辛子の素っていうのかな、これを、小さじ2と 10g かなほど入れていきます。じゃあなんとなく麺を投入してと、はい、思ってる以上にねスープね黒くなりました。待って待って、これめっちゃうまそうだぞ。真っ黒にしよう。よいしょ。もやしをどごっと。で、ゆでニラね、色目にのせまして、よっ。これ仕込んだね、低温のロース、18時間かかっております。よいしょ。で、こちらがね、バラ肉でございます。むずいな、バラ形が違いすぎるから。最後にちょっとね温玉作ってみたんですよ、レシピを見て。うわ、完成しちゃった、完成しちゃった。今日はね、まあ、見た目はシンプルではございますがこんな感じでございます。こちらのラーメンはね、奥さんに食べてもらって、後ほどね、デカ盛りサイズで僕の料理も作っていこうと思います。という感じでただいまラーメンの方完成いたしました。いや久々にねすり鉢出しましたよすげえ量になっちゃった。で今回はねもちろんこちらの白いご飯をお供に食べていこうと思います。それではいただきます。まずスープからいきたいんだけど、ちょっと油が多いから味わかんないかもな。いいね、めっちゃいいわこれめちゃめちゃいい。麻油のこの苦味も効いてるし、ニンニク効いてる、醤油効いてる、味噌効いてる、で辛味もしっかり効いてる。ただ味噌だれの方にイカスミ入れたんだけど、イカスミの香りがあるかって言われたらあんまないよいしょ。うお、真っ
袋。うまっ。うめえこれ。麺打ってる時ちょっとね生地が強かったんで大丈夫かなと思ったんだけど、見事にこうプリンプリンとしてるけどコシがねある強い麺になってます。うん、ただね和風黒北極かって言われたら全然違うね。なんて言うんだろうな、めちゃめちゃスタミナ系、がっつりしてる。うん、ちょっとご飯食いたい。あ、うめ、ちょっと見えるこれ、このスタミナ系のねがっつりとした味に白いご飯めっちゃ合う。うん、でこれね18時間低温にかけた肩肉のロースでございます。やらっけー。ちょっとこっちのバラも、あ、やらっけー、もう脂がね溶ける。これやばい。じっくり火入れをしてるからマジで柔らかい。ちょっとこの自家製の温玉もね割っていきましょうか。よいしょ。うわー、うまそう。そりゃさ、うまいよね。やった！そしたらそろそろね、こちらも開けていきます。それでは皆さん、乾杯と。やっぱりこういうさ、ガツンとくるスタミナ系のラーメンにはマジでビールが合う。ああ、辛いな、意外に。食べ続けてると辛いね。実は今回唐辛子の方は山ほど入れました。山ほど。うん、汗がね出てきた。うん、やっぱ辛いし油も効いてるし体がねポッカポカする。いろいろね、こうやって僕もラーメンを作ってますけど、こういつかコロナが落ち着いて機会があればね、こうイベントとかでこういう自作のラーメンを皆さんにねこう振る舞えるような機会はやりたい。めちゃめちゃやりたい。いや、作りたい。ただやっぱりね大量のラード重い。この量食べるとね満腹感っていうか満足感がね半端じゃないね。
ふぅお、口の周り黒っ。黒いね。うん。さすがにね、イカスミは真っ黒になるね。ということで、こちらでね、最後の一口ございます。ごちそうさまでした。はい、ということで、あ、今ね、こちらのイカス味噌ラーメンという、まあ、勝手にね、あの命名した味噌ラーメンなんですけれども、こちらの方は無事完食いたしました。もともとはね、中本さんの限定である和風黒北極をインスパイアしようと思って、オマージュしようと思って、本気で作ったオリジナルのラーメンなんですけれども、ちょっとね、思いのほか方向性が違いました。ただ、しっかりと辛みも効いていますし、スープのコクとか、まあ、味噌のコクとかね、がっつりと旨味が効いておりまして、まろやかだけどスタミナ系のね、パンチのある一杯になっておりました。基本的に今日やった作業はだいたいね、5時間ぐらいでパパッと作れました。まあ、ちょっとね、休みの日に趣味としてね、作るのもいいでしょうし、まあ、ぜひね、気になった方はこんなね、がっつりとニンニクの効いたスタミナラーメン作ってみて食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。